上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマーク40周年記念復興商品のフレッシュチーズメイパイジュニアと天使のチーズケーキを食べたいと思います。天使のチーズケーキはサークル系サークス時代に一度動画投稿を始める前に写真で紹介したことあるような記憶があるんですが、どなたかな。このフレッシュチーズメイパイジュニアというのは前身にあたる ALPM というお店の時代から復興商品みたいですね。まあ、その時代は全くわからないので逆に新鮮かもしれません。これね、似たような商品は何度か見てるんですけど、どうなんだろうね。そう、それではチャンネル登録よろしくお願いします。それでは天使のチーズケーキからいただきます。続きましてフレッシュチーズメイパイジュニア、一体何がメイパイジュニアなのか、いろいろ突っ込むところがあるんですが、どんな商品なんでしょうか。まあとりあえずは食べてみますね。ではペンチのチーズケーキが上のスポンジ部分の食感がまずきて、その下にはチーズ、レアチーズ部分とプリンのようなベイクの部分がありますね。でも全体的にトロトロとした食感が強く、チーズも滑らかにとろけの感じたい方にはこれがいいですね。一方のフレッシュチーズメイパイジュニアは、レアチーズ部分が結構固めで、それゆえにちょっと噛むとチーズの味が口の中にパッと広がってきます。そこにスポンジやラズベリーソースも入るんですが、やはり全体的にかなりチーズが強いですね。よりチーズを感じたい方はこちらの方がいいと思います。自分もこちらの方が美味しかったので、今回はフレッシュチーズジュニア、メイパイジュニアを何ぐらい名前に代表としてこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終了。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。